はい、こんにちは。今回はね、新しいのを買ってきました。三岡ロックスターですね。初回特別の三岡のロックスターを、買ってまいりました。初回特別ですとこの赤なんですが、まあ、相変わらずね、サスペンションしかないというトミカが多い中で、これは、久しぶりにちょっとアクションがあります。サイズ的には、正直言うとちょっと戻った感じがしますね。一時的に縮みになるものばっかりまた作りやがってというところがあったんですが、これは元に戻りましたね。サイズ的には問題ない、元には戻ったような感じです。で、これをホロが取れるんですね、こうやってね。で、ホロが取れることによってね、ちょっと今ホロがポッと取れたんですけど、取れて、あ、これですね、こうやってホロが取れる感じになりますね。で、こういうふうに、内装が、よく再現されているという感じでですね。で、こんな感じになりました。まあ、サイズ的には良い、サイズになりましたね。前まではね、サイズがすごくこうちっちゃかかったりとかして、非常に腹立たしいところがあったんですが、まあ、今回は、サイズがまた元に戻ってきたという感じで、いいのではないかなと思います。で、これは三岡のロックスターでございまして、三岡自動車が誕生50周年記念モデルとなる、まあ、新型車なんですね。で、ロックスターコンセプトはやんちゃ×スタイリッシュ楽しさ。ラインナップは 1.5 リッター水冷4気筒 DOA 新エンジン搭載の S スペシャルパッケージ、限定2車ぐらいを設定。トランスミッションは S に 6LT、 S スペシャルパッケージ 6NT と 6AT を用意し、ボディカラーはロサンゼルスブルーを含む、全6種類というのを、まあ、用意しているんですね。で、これが2018年12月、まあ、去年の、12月に発売されまして、グレードは3つしかない。S、S スペシャルパッケージと S スペシャルパッケージと2つあるんですが、まあ、S とこの S スペシャルパッケージ2つついてて、合計で3つのグレードがございます。で、一番これお安い価格で S が469万8000円。で、S スペシャルパッケージが518万4000円と、なっております。まあ、やはりちょっとこういう車ですから、やっぱりちょっと高いは高いですね。ちょっと高めの設定です。まあ、こういうのをね、ある意味こうパイクカーっていうんですよね。要するにちょっとこうなんちゃって仕様じゃないですけど、こうコルベット風みたいなね、感じで。これは多分初代じゃねえな、2代目あたりかなんかのホルベットかなんかを、まあ、モデルかなんかに、してるんですね。で、ほら今の時代はほら何ていうの、今はほらあんまり新車がはっきり言って売れないんですよ。で、新車が売れないから、まあ、昔のその旧車っていうのに魅力を感じてる人が多いんですね。で、なぜなら今の新車って、まあ、値段も先ほど申したように高すぎるっていうのもあるし、で、同時にもう質が悪くなったから全体的に、だからいい車が作れない、というのはですね、確かにこう燃費だとか、装備とか、まあ、そういったところは格段に昔に比べて進化はしてるんだけども、ただあまりにもその燃費ってばっかりこだわり出しちゃってるから、結局そのデザインがもうおろそかになったりとか、したりなんかして、非常にね、せっかく設備がいい車があります、燃費もものすごくいいですって言っても、結局デザインとか、あの内装とか外見のデザインが悪ければ車好きの人って買わないんですよね。ですから、まあ、そういうところを、まあ、三岡自動車っていうのは、まあ、50年、経ちましたので、それで、まあ、
記念してというかね、まあ、作ったので、もともと三岡自動車っていうのは、まあ、自動車メーカーにはもともとは入らなかったんですね。当初はそのなんていうんですかね、ほんのりそのちっちゃかい車、要するに 50cc の原付に毛が生えてきたみたいな、やつで、原付みたいなちっちゃかい車があるんですよ。それこそミニカーって呼ばれてるそうですね。でそれをこう細々とまあ作ってるような会社だったり、あとはその、まあ、車の修理をしたりとか、まあちょっとこう改造っていうのかね、まあそういったものを手掛けてた、もともとそういう会社だったんですね。で富山に本拠があるんですけども、まあそういう会社だったんだけども、それがそのちっちゃかい車で、まあ、成功したんですね。一人用のちっちゃかい車を作って売ったら成功したもんですから、まあ、それを機に、それが、まあ、東京モーターショーとかでね、お披露目になって、でこれは今まで見たことなかった自動車メーカーだから、まあ、応援するということで新しい自動車メーカーが誕生したっつって、それで三岡のね、後にあのマーチをベースとしたビュートとか、三岡のね、オロチとか、あとはラセード、シルビアをベースにしたラセードとかね、まあ、最近だとシミコなんてもありますけれども、まあ、ああいった、車ですね。でしかも年代的に、まあ、1960年代とか、50年代から60年代あたりから主に、まあ、そういった車なんかにちょっと興味が、三岡は強い興味があるみたいなんですね。でそういった車をまあ選んで、でそれでまあ要するにほら昔ね、東京モーターショーで87年ぐらいの時でしたがね、B1 とかパオとかフィガロっていうのはね、私も覚えてるんですけど、あの車が東京モーターショー行った時バーってこう人気があったんですよ。で人気があって、であれに火がついてパイカーブームっていうのが起きたんですね。でそこに三岡は目をつけるところが早くて、でまあパオとかフィガロとかが、まああれもマーチがベースだったんだけど、まあそれを成功した例がございましたから、じゃあ次は三岡もそれにね介入させていただき、そういう仕事をやっていただけば、できないでしょうかっつって頼んだんですよね。でそしたらそういう仕事が、三岡はあっさりそういうの得意でしたから出てきましたね。昔あのミラーかなんかで、ミラーじゃない、キャロルかをベースにしたレイっていうのがねありまして、ちょっとこうロールスロイスでもものすごいちっちゃい版みたいな感じのやつで、レイっていうのをね、出したりしましたけど、パルトランシンドみたいな特徴的でね。だから三岡っていうのはそういう車を作るのが、まあ、得意な、メーカーです。でも元はといえば三岡っていうのはもともとはチェーニングメーカーだったし、まあ、もともとはその一人用の車、から始まってたんですね。だからそんな中から、まあ、自動車メーカーとして名乗り上げるにはちょっとこう、まあ、除外の部分というかね、あんまり知られてない、車好きの人でも相当車が好きじゃない人じゃないと知られないようなメーカーだったんですよ。ところがそれがだんだんこうね、初心者というかの車好きになったばっかの人たちの間でもこう知られるようになってきて、でやがては世界的にこうバーッとこう広まってね、三岡っていう自動車メーカーがすごい車出してるっていうことでなったんですね。だからまあ基本的に50周年なんだけど、これはに関してはね、で三岡は50周年なんだけども、ただ50年前はまあ、チェーニングメーカーだったってことで、まあ、自動車メーカーとしてはまだ腕を上げてない。自動車メーカーとして正式に 9番目だったか、7番目だった、ちょっと忘れてしまって申し訳ないんだけど、自動車メーカーとして認められたのが87年、ちょうどバブル真っ盛りの頃だったと思うんですね。で、その時に三岡自動車っていうのが自動車メーカーとして期待をされてた、時代です。まさにあとパオとかフィガードとかエスカルゴとか、まあ、ああいったバイクからブームの時ですね。でそれに乗ってたから、まあこういう、だから難しいところですね。こういう車に400万500万も金かけて車乗るぐらいであれば、じゃあ本物のシボレーのコルベット乗った方が
ね、まあこういう車を買う方って本当大金持ちじゃない人じゃないと乗れないからね、お金持ちじゃないとこういう車乗れないんで、まあ、そこまで大金はたいて車を乗るんであれば迷うところですけども、だったら本物の車、モデルになった車に乗るのが一番優雅にいいんですよ。ところがまあ、それをあえてコンセプトカーみたいな、なんていうか、パイクカーにして乗るっていうのもね、また面白いんじゃないかなと思います。でもこういう車乗る人って多分、だからおそらくはコルベットの初代も持ってるし、もう実車のコルベットも持ってるし、で、同時にこれが面白いからっつって、ロックスターっていうのも持ってる。だから愛車を2台持ち、3台持ちしてるんじゃないかなと思います。こういうのを買えるような世代の方っていうのはね。だからこれだけを愛車にしてるってことはちょっと考えられないですよね。もうそこまで車好きで金持ちとなれば、もうそれこそ本物の車を見つけて、まあ、それをモデルになった車にして、それ見つけてそれを乗り回して、で次にそのロックスターっていうのを、まあ、でこれベースがユーノスロードスターなんですね。ユーノスロードスターはほら最近新しく乗りましたんで、それをベースにして、こういうロックスターっていうのが、ただこれ今では確か製造はもう中止になってるんだな。これがね、新車なんだけども、トミカとしては新車で出たんだけど、これ限定車なので、2018年の12月から、今年の3月までですかね、2019年の、3月まで、まあ、短い期間でしたんですが、製造が終わってしまいました、この車自体ね。で、まあ、ある意味それをトミカで出してくるっていうのは珍しいことだなと思いますよね。だいたいトミカで新車を出すって、トミカの新車って言ってるみたいだから、まあ、現行型の車を出すっていうのがね、メインだと思うんですよ。で、それをあえてこういうクラシックな車、しかもパイクカーを持ってきてですね、で、それでこの、わずか数年で限定販売された三津岡のロックスターを持ってくるっていうところが、まあ、ある意味トミカらしさっていうかね、ところもあるかなと思います。トミカは昔ほら、シュボレーコルベットとかカマラとか、まあ、ああいった車をね、出してましたから、ですから、じゃあそれをね、もう本物は本物っていうか、モデルになった車をもう手に入れたから、宝トミーとしてはね。だから、じゃあロックスターって面白い車が出たんで、じゃあこれをミニカ化しようかって、そういうところがまだ宝トミーには、そういう子供たちをワクワクさせるようなところが、宝トミーとしてはまだあるのかなっていうところは、まあ、ありがたいところ、そこは評価していいところじゃないかなというふうに、思います。で、これは限定200台だったんですけども、まあ、すぐ売り切れちゃったらしいですね。だからすぐ売り切れるってことは、やっぱり、まあ、本物のシュボレーの、ね、コルベットとこのロックスターを2台所有してるっていう人がなんでしょうね。で、それで、200台すぐ、もうまあ、500万ちょっと超えてるんですけどね、まあ、値段すごいするんですけど、まあ、それをすぐ売れちゃったと。でも逆に言うは、日本で200台しかないってことですから、これをある意味都心とか田舎、まあ、下は田舎なんかのこれ見たらかなり貴重だってことです。まあ、ちょっとで、パーッと見た感じだね、パーッと見た感じだ、おお、すげえ、昔のコルベットが走ってるわっていうふうに思いがちなんだけど、よく見てると、あれ違くねみたいな。で、ロックスターだよみたいなね。誰じゃおめえはみたいなね。まあ、そんな感じになるかもしれないですけど、まあ、あれなんですよ。まあ、コルベットの、まあ、コルベットの子供っていうふうに考えたらいいのかもしれないですね。でも、まあ、なかなかこれは、大きさ的にもいいし、これは評価してもいいんじゃないかなと思います。だから、これを機にね、まあ、昔トミカに出てたシュボレーコルベットありましたけども、コルベットの、まあ、ステングレーとかね。ですから、まあ、そういったものと、ある意味ちょっと型はちょっと違うかもしれませんけども、まあ、そういったものとこう比較してみる、手に入れた方はね、まあ、もうあれも古い車なんで、もうそう簡単には手に入らないかなと思うんですけども、もし手に入れれば納車するようなことがあれば、それを納車して、見比べてみるっていうのもまた面白いですよね。本家元祖みたいなね、
妖怪ウォッチかって話になっちゃうんですけどね。でもまあ本家元祖みたいな、まあそんな感じで、なんてだからこっちの方が、あのコルベットの方が元祖だよね。だからこれでは 本家どっちが本家で元祖だか分かんないけどね。まあややこしいですからね。でもなかなかこれがいいですよ。やっぱりそれだけね、今の車って昔の車の方がやっぱり魅力が強いってことですね。今の車は残念ながらそれだけの、まあ、魅力というのがあんまりないっていう、まあ、悲しいけどね、まあ、そういうことです。昔の車の方が明らかに力が強かったっていうか、力っていうか何て言うんだろうな、あのデザイン性の良さが格段に違っていたっていうことですね。どうもありがとうございます。